おはようございます。誰って感じやんの。めっちゃ顔かけて今日はですね、ちょっと今携帯で撮ってるから、いつもネタ質があんまり良くないかもしれないし、手ぶれがすごいんですけど、ちょっと突然思い立って今日 Vlog を撮ろうと思います。今からトレーニング行って、その後ちょっと私が最近ハマってる美容施術に行くんですけど、そういう模様とかも今日は紹介しようかなって今突然思いついたのでカメラを回しました。からいつものカメラ持ってなくて携帯です。言ってる今ね、もう時間が結構やばくて遅刻気味なんで急いでます。よいしょ、走れー。はい、うん、はい、ブリッジ作ったまんま押す。そうそう、はい、はい、でも終わって、この持ってきたプロテインを飲みながら次の場所に行きます。プロテインは結構なんか何飲んでますかってインスタとかに上げるたびにおすすめ教えてほしいって DM をよくいただくんですけど、私も今すごい研究中、いろんなやつを飲み比べたりとかしながら自分が一番好きなものだったり、内容もそうだけど味とか、やっぱ一番飲みやすいものじゃないと続かないから、ちょっといろいろ研究中で、一応今これ飲んでるやつはダイマタイズっていうメーカーかな、アイハーブっていうなんかアプリがあるんだけど、海外のサプリだったりプロテインもそうだし、なんかいろいろ海外のものとかを買えるアプリサイトがあるんだけど、そこで買いました。で、これは今そのダイマタイズのストロベリー味を飲んでます。本当にいろいろ種類があって、だから、なんかもし興味がある人はぜひ調べてみてほしいんですけど、ストロベリー味に今これモリンガパウダーを入れてて、あと、グルタミンも入れてるかな。で、オイルは家で飲むときはマカダミアナッツオイルを入れるんだけど、まあ今日は外だったから入れてないです。な感じで飲んでます。これはもう、ちょっと日課、に、習慣化してきました。さてさて続いて、これから、ハーブピーリングを受けに行きます。前にもインスタグラムで紹介したことはあるんだけど、本当にね、とってもいいんですよ。お肌がめっちゃつるんとして、頭も上がるし、あと今のここ、ニキビの潰した後っていうか、そう、もう痛くはないんだけど、こういうのがハーブピーリングでなくなるらしく、前回1回受けて本当に良かったので、今日は2回目受けます。なんか3回ぐらいやるとさらにいいらしい。はい。で、ハーブピーリングは、すっぴんじゃないとね、できないから、今日は朝からメイクを一切してなくて、そう、だから、すっぴん隠すためにこんな深めの帽子をかぶっています。今日は暖かいから、パーカー一枚で、ちょうどいい。よいしょ、着きまーす。はい、帰ってきました。今日はなんか2回目だったから、ちょっと1回目より2回目の方がまだ痛くなかったかな。もう1回目は本当に結構もうたわしで
すっごいゴシゴシされてるみたいに超痛くって、本当にこれ肌にいいのかな、大丈夫なのかなってすごい心配になったぐらい痛かったんだけど、今日は大丈夫でした。だね、1回目にすごく効果を感じてたんだけど、なんか2回目の方がもっと感じてもらえると思いますとか言って今日、ね、言ってたので、本当すごい楽しみです。そして何気に着ているのは、これはミルクエドとキキララアミで、私キキララとリトルツインスターズとコラボさせてもらってるキャラクターがあるんですけど、それのそれとミルクフェドのコラボパーカーです。お気に入り、めっちゃ可愛いです。すごい着やすいからお家でも着ちゃってます。はい、こんな感じです。じゃあこれから帰りにスーパー寄ってきたんでご飯作りたいと思います。はい、ペンちゃん、ペンちゃんただいま。あ、痛いよ。ピチョ、痛いですよ。今日はじゃじゃん、うん、おお、折れた。無水カレー作ってます。すごい、無水なのにもうすごいね、やっぱり。ちょっと弱火、これでも弱火なんだけど、だいぶ、はい、水分があったのでここにルーを入れてきまーす。どっちも鍋がストーブ、もうストーブ大好き。本当にこれ美味しく作れるから、ご飯もいつもこのストーブのご飯用、ご飯炊き用なのかなのやつでいつもご飯炊いてます。で、ルーと最後にこのコーンを私はいつも入れるんだけど、それと今日は初めてこのジンジャーパウダーを入れてみようと思います。いつもね、ジンジャーすって入れたりするんだけど、生じゃなくてこの粉末の方が体がを温めるのにいいらしくて、だから一応オーガニック 100% のジンジャーパウダーをネットで買ったので、今日はこれを入れてみたいと思います。なんか何にでも結構ジンジャー入れちゃってさ、いつも結構嫌がられるんだけど、私はジンジャー好きだから、なんかね、体にも良さそうだし、はい、今日はちょっとジンジャー風味、まあ隠し味程度で、あんまりジンジャーの味しない程度に入れたいと思います。はい、無水カレーができました。サラダも作って、あとごぼう唐揚げを作りました。生姜の味する、そのカレーする、あら、入れすぎたわ、また隠し味にしようと思ったのに美味しい、うん、よかったです。今日の Vlog の最後に今日の購入品を紹介したいと思います。いつの間に買い物したのって感じなんだけど、全部用事終わって帰ってくる前に寄ったんだけど、形からして靴だよね。はい、マルジェラ。この間結婚記念日があったんですけど、その日はマルジェラのね、靴をね、革靴をね、プレゼントしようと思ってね、買いに行ったのね。で、そしたらもうまんまと自分の靴も買ってしまったという。で、それのお直しじゃないけど、なんて言うんだろう、ソールを貼ってもらってて、で、それができましたっていう連絡をもらったんで、今日取りに行ったんだけど、見せるね、中身。これはもう完全に定番って感じで、じゃん、旅ブーツでーす。実は旅ブーツはもう持ってて、ブラウンをね、持ってるんだけど、もうそれが本当に履きやすいし、もうなんか気づいたら毎日のように履いてたりとかして、めちゃくちゃこう重宝してるんだけど、こんなに履くんだったらやっぱ色違いで欲しいなと思って、今回は黒を買いました。で、本当はね、
黒も実は持ってるの、すでに旅ブーツでも、私が持ってるのがここにもソールがあるやつで、これは多分定番、確か8センチって言ってた気がするんだけど、ここにもソールがあるやつだから身長が大きくなりすぎちゃうから、買ったはいいものの全然履いてなくて、やっぱり普通の一番履きやすいサイズやつを欲しいなと思って買いました。でこれは確かね、革にも種類があって、ラム革もあったんだけど、私は牛にしましたね。やっぱ長く履くなら牛の方がいいって店員さんも言ってたし、ラムだと多分最初から柔らかくてフィットするのかなと思うんだけど、でも牛もね、あのブラウンも牛なんだけど、どん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 柔らかくなっていって自分の足にフィットしていくし、本当に1日履いてても疲れないから、そう、これからはちょっとブラックも仲間入りしたということで、コーディネートにまたこの旅ブーツをプラスしてお出かけしたいなと思います。はい、そしてもう一つ、これはヘイって読むの？ハイって読むの？なんて読むの？読み方わかんないんだけど、これその表参道のさ、マルジェラのが入ってるビルの地下にあって、あのインテリアとか雑貨とか売ってるんだけど、本当にここにあるものは全部おしゃれでめっちゃ可愛いんだけど、で今回はちょっと時間がなかったから、ちゃんと見れなかったから、ちょっと今度また改めてじっくり見に行こうと思うんだけど、ずっとねここのね花瓶が前から欲しかったんですよね。だから今日はその花瓶だけを買いに行ってきました。めっちゃ可愛いの、見せるね。はい、開けました。じゃん、可愛くない？めっちゃ可愛いよね、この配色。こっちは紫、オレンジ、緑。お花をやっぱお仕事の時にもらうこととかも結構多いし、まあ、自分でもね好きだから買うこともあるし、なんか花瓶が可愛いとより一層こうお花を飾るのも楽しくなるから、花瓶は結構ねいろいろ欲しいなと思ってたんだけど、これはもう一目見て一目惚れして、あー嬉しい、これにお花を入れて楽しみたいと思います。はい、ってことで今日の Vlog 終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。今日はジムに行って、美容サロンに行って、ご飯を作って食べて、で購入品を紹介しました。こんな感じです。なんか今日本当に思ったんだけど、やっぱトレーニングしてると本当にお腹が空くんですよね。なんかトレーニングした日はなんかお腹が空くっていうか、なんだろうな、本当もう体が、あのエネルギー足りてないです、やばいですみたいな、なんか体に忠告されてるみたいな感じになって、そうだから、あの実はカレーを食べる前に家に戻ってくる最中に、プロテインバー、チョコレートのプロテインバーと、あと豆大福を食べちゃったの。でカレーも1人前ペラッと食べちゃったから、なんかねトレーニングしてこう燃焼してるあるけど、やっぱ食べちゃうから、なんかプラマイゼロな、まあ、ダイエットっていう感じではないからさ、あれなんだけど、もしダイエットしたいんだったらこのタイミングで、まあ、食べるものもちょっとヘルシーなものにしたりとか、なんかこうここで我慢すればダイエットになってくのかなとは思うんだけど、こっちにピン立ってる、ね、そのくらいがちょうどいいよね。ちょっと顔がどんどん赤くなってきて、ご飯食べてる時にも、え顔赤いよってそう言われたから、では皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。2回目。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。